はい、どうもトモキーです。今設定中なので少々お待ちください。ただいま設定中です。少しだけお待ちください。ちょっとサムネイルを探しております。ああこれでいいや。アップロード。コメント読めてないんですが、あれこれ固定ボタンなくなった。コメント固定ボタンが。ちっちゃいかな。あ、ちょっとちっちゃめだった。ちょっとちっちゃいかな。このぐらいかな。このぐらい。ちょっとちっちゃめだった。あ、このぐらいでいいや。いいか。よし。いやー久しぶり。いやー久しぶりにやります。ちょっとこの前ね、オデッセイの動画ちょろっとアップしたんだけども。バルハラもね、バルハラもしてるんですけど、今回はね、もう戦闘メインでちょっといきたいと思います。設定 OK かな。このオデッセイ使って動画作ったんですけど、そして、まあ、ちょっとやってたら、めちゃめちゃやりたくなって、今日になります。まあ、年末のね、なんだろう、年末、今年ラストのライブ配信とかでもよかったんですけど、今日やりますやりたい時にやる。あ、コメントちゃんと見れるように。いつもね、僕コメント見逃しちゃうんで、もしスルーはしないですけど、後でちゃんと見返すんですけど、ちょっと遅れたらすいません。フクロウさんこんばんは。トモです。コメントありがとうございます。じゃあ皆さんお気軽になんかコメントくださいすごく配信してる人ならわかると思うんですけど、すごいね、コメントめちゃめちゃ嬉しいんですよね。じゃあどうしよっかな。あ、戦闘メインなんで、どっか一発軽く肩慣らしというか、どっか行きます。
ああ、ここをクリアしてないな。どうせ行くんならクリアしてないとこ。これね、ニューゲームプラスの3回目なんで、クリアしてないとこあるんだよね。ああ、こうやっちゃおうか。中途半端に残してる。ね、やってしまいます。これやりながら、まあ、準備運動。ちょっとコメント、コメント。あ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。いやーね、たまにやりたくなる。結構これ2018年ぐらい発売が。もう4年ぐらい前なんですけど、神ゲーだよね。で、バルハラとね、制作チームが違って、僕はね、こっちの方が制作チーム好きです。今度のね、次作のミラージュも、オデッセイのチームが作ります。朝栗ミラージュ。一応、正式には発売日発表されてないんですけど、だいたいね、来年の、まあ、10月です。ほぼ。ほぼ10月、と思う。まあ、予想外れた、すいません。もしかしたら、もうちょっと前倒しになる可能性もあるけど。私、あ、年末、あ、バブさんどうもです。年末、朝栗します。ね、たまにやりたくなるよね、絶対これ。あ、今回ちょっとナイトメア。いつもね、デイリーとかやるとき、イージーでやってるんですけど、ちょっとナイトメアなんで、なんか失敗したらすみません。死んだらすみません。危ないよ、危ないよ。 大丈夫大丈夫、よし、落ち着けば大丈夫。ナイトメアでも焦ったら敵来ても慌てない、慌てない。あ、索敵してなかったな。やっぱイカロスのこの索敵、これね、バルハラよりちょっとこっちの方がやりやすい気がするよね。物資とかちゃんと分かるし、敵の位置とかもね、場所をね、ちゃんと表示してくれる。あ、表示向こうもしてくれ、バラもしてくれるけど、地図に乗っけてくれてよ、こっち。 便利。いろんなスキル、アビリティ出していきたいと思います。当たるか、当たるか、ヘッドショット。ああ、真下にいたら当たんねえんだ。やろー、体力多いな。 多いな、多いな。いてえ、ちょっと待って。5分の1ぐらいいた。イージーでやりすぎ、いつもデイリーとかなんで、イージーで簡単に済ませてしまってるんで、イージーで慣れすぎ。あ、エイリュウさんってでいいんですかね。どうも、コメントありがとうございます。コマーショー、バルハラ、ありがとうございます。ちょっとね、まあ結構コメント嬉しいし、あ、エイリーさん、はい、了解です。結構忘れっぽいとこはあるんですけども、頑張ります。 大丈夫です。これ痛いよね、絶対今の当たったら。ちょっと
パリ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 出なかった。うわぁ、パリの判定もこっちの方がちょっとやりやすい。あ、これはもう完全回避しない。もう傭兵すげえ来るな。ちょっとね、懸賞金上げといたんですよ。なんかライブ的に傭兵がもうどんどん襲ってくる方が楽しいかなと思って。懸賞金これ見れたっけ。あ、見れるね。右下、もう、最大ではないけど6万。懸賞金解除するのに6万円、6万、単位はかね、6万かかります。じゃあちょっとフォボスを。あ、高いダメージ出てます。いや僕ね、あ、今の装備ちょっと紹介します。ディカステスセットをつけております。これヒット時に15秒イスの強化体になるっていう、つけてる人いますかね。これめっちゃ強いです。一瞬無敵になります。敵からダメージ受けると15秒。まあ強いです普通に。あと馬は謎かけ、これ攻守から押しても死なない馬でしょ。で、あとまあ武器はこれ、この前ね、ガチャで当たったやつだね。イスが鍛えた戦士の剣。これ、攻撃してたら、周囲の敵もダメージ受けます。近接攻撃時に、攻撃してる敵だけじゃなくて、周りの敵にもダメージいきます。これ、新しく追加されたと思うんだけど、なかったはずなんだけどね、昔。あったのかな?あと、これでしょ?ミノタウルスのラビリス。これは、まあ、ヘビーブレード。で、弓は、ハデスの弓。あ、ラッシュアサシンのチェーン。あ、被ってんな。これちょっと変えよう。これもったいないね。被ったらもったいない。エロスの名前がすごいけど、エロスの意味すっかな。アドレナリン獲得 10% アップ。他まあ僕らしいんで、エロスの意味でいきます。じゃあちょっとこれで、あと、ちょっとさっき、これを言おうと思ってたんだ。熟練度をね、結構上げてる。アビリティのとこか。これさ、次回作以降も欲しいよね、熟練度とか。バルハラさ、一回やったらさ、成長止まっちゃうじゃん。オデッセイの場合、この熟練度があるんでね、上げきれないぐらい成長します。まだまだ成長する。ハンター、ハンター項目、ウォリアー項目、アサシン項目。で、これを結構頑張って上げてるんで、この辺で結構ダメージ出てんじゃないかなと思うんですけど。まだまだ上げれるんだけどね。だからまだまだ強くなります。そう。やっぱいいとこは、継承してほしい。次回作以降も。あとバルハラのいいとこは、水で馬が泳げるとかね。あと、なんだなんかあったはずだ。まあ思い出したらよ。油断したらやられちゃうからな。しっかり、ちょっと索敵はしっかりやって。あと、まあ、戦利品をあと2つ獲得すれば、ここのクエストをクリア。クエストというか、任務。
で、ミラージュの、まあ、情報も言いながら、時代がね、封建時代、あ、封建時代、それは違うわ。あ、封建時代は、レッドだ、レッド。なんだっけ、バシム主演で、これの、ちょっと前だっけ、ちょっと前だよね。あ、これじゃねえや、バルハラのちょっと前ですね、時代的に。で、発表あったね、3作同時に発表あったんですけど、僕一番楽しみにしてんのがね、レッドってやつ、コードレッドってやつ、あれが日本舞台なんだよね。で、森そばさん、こんばんは、どうも、コメントどうもです。そう、日本舞台で、日本の封建時代舞台なんですけど、そこのね、忍者が 主役というか、忍者がアサシンになるっていうね、コードネームレッド、まだ正式なタイトルではないと思うんですけど、仮のタイトルだと思うんですけどね、あれがめちゃめちゃ楽しみなんだけど、まあ、次作はミラージュです。まあ、バルハラで出てきたバシムが主演。そう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 。レッド、もし、超面白そうだよ。とうとう日本が舞台来るかっていうね。ヘッドショット。これ大抵イージーでやると一撃なんだけど、まあ来るか。このラッシュ系もこれぐらい欲しいよね。バルハラだとチェーンアサシンってあって2連しかできないんだけど、オデッセイは5連までできる。だいぶ違うよね。どうやったらそんなダメージで、レベルマックスで。ああ、そうかな。熟練度とやっぱり武器関係だと思うんだけどね。そうだそうだ。クリティカル率をすごく上げてたはず。詳細データ、L3 を知ったら出るんですけど、クリティカル率を、4、ライフ最大時のクリティカル率、これが大事なんですよ。大抵ライフ最大じゃないですか、通常時。これが90%なんで、ほぼ9割クリティカル出ます。そしてクリティカル時のダメージが275%。ここをね、中心に上げてます。なんで、ほぼクリティカルです。だからだと思うんですけどね。あとは、まあ、熟練度だったり、他の項目だよね。まあ、こんな感じ。ウォリアーダメージが僕は多いです。アサシンが60%、ハンターダメージ85%。ほとんど黄色でしょ？文字が、ダメージの文字が。全部クリティカルなんです。黄色文字はクリティカルなんですよ。9割クリティカルなんで。
まあ、いろんな技使ってね。まあでも今回つけてるのはね、好きな技、普段使ってるし、好きでつけてる技でいきます。そうなんですよね。まあ振り直しできるのも便利ですよね。ちょっと時間かかるけどね、一回振り直すと全部変えないといけないんで、直さないといけない。まあでも振り直しできるわけ。この赤いのね、探検の効果です。敵のね、敵の攻撃、傭兵の攻撃で赤くなるときあるんだけど、それではないんで、これこの前取った近接ダメージが周囲の敵に適用される。これで周り赤くなってます。だからまあいっぱいいるところで戦うと、その辺の敵みんな全員にダメージ当たるっていうやつ。そう、この前のガチャ動画ね、もしお時間あったらちょっとぜひ見てほしいんですけど、めちゃめちゃ大当たりしちゃって、武器が3つぐらい当たったのかな、3つか4つか当たって、装備だとねセット揃えないと効果つけられないんですけど、武器だとねそのまんま効果つけれるんですよね。それだけでね、そこで当たったやつだったかな。で、自作のミラージュもちょっとガチャ要素欲しいなとか個人的に思ってるんですけど、オリンピアの贈り物、バルハラもあればよかったんですけどね。ガチャちょっと動画も作りやすいしなんか運良ければ少ないねオリハルとかで、そう、いい武器が当たるっていう。一発でいかないな、やっぱ雑魚敵も一発でいかない、さすがナイトメア。あ、いった、クリティカルだと行くときあるね。あとロケーション見て、戦利品か、戦利品2つ取ればおさらばだ。戦利品ここあった。あ、死なないこれで死なないですか、さすが傭兵。バルハラとオデッセイを比べてねえ、なんかやっぱ違うよね、制作陣違うとね。でミラージュもオデッセイのチームが作るんで、すごい期待してる。でバルハラね、しかもバグが最初多くてすごい大変だったよね。あ、やばい、あー、アドレナインなかった、アドレナインゼロだ、それはまずい。
やっぱ探検だな。オデッセイは探検。いやー、バルハラもね、探検か、剣か、槍。まあ、バルハラも探検強いけどね。オデッセイはもう完全に探検が強いと思います。あとね、オデッセイのいいところ、これ、矢をね、その場で材料さえあれば、簡単に制作できる。もう一瞬で、バルハラだと、どっかで取らないといけないじゃないですか。自分で撃った矢を回収するとか。あと、購入か。店で購入するとか。オデッセイ作れちゃうんだよね、すぐに。しかも種類多いし、視点の移動。ああ、景色ね。あ、ちょっと待って、ミスター。よろけてんな。スタン。この赤いの、周りにも攻撃ダメージ入ってるっていう。めっちゃいいの当たったな、この前のガチャ。あ、縦に当たったかな。まあ、縦はちょっと欲しい気もするよね。オデッセイ縦ないからね。武器。弓。そう、縦の欄がない、縦がないんですよ。持てないんですよね。悪いことやってるこいつ。このやろ。当たるかな？ああ、当たんなかった。かがり。まあいいや。2個。戦闘中に自分のキャラクターが、ああ、すごい細かいとこ。そうか。あ、伊藤リオタさん、こんばんは。私も最近、あ、最近？へえ。あ、ポイベー、あー、ポイベーね。めっちゃ感動シーン。いやー、ポイベー毎回出してほしいよね。ポイベーじゃなくてもいいから、ポイベーに近いキャラ？なんとなく作ったかもしれないんだけど、絶対あれみんな感動してるよ。ポイベー好きな人多いと思うよ。作った時はね、そこまで反響はあるとは思ってなかったと思うんだけど。ねえ、自分もね、動画の、なんだろうな、オデッセイ紹介動画の一部に使ったんですけど、まあ連れてかなかったんだよね。主人公が旅に連れてってくれっつって、ポイベイがね。でもやっぱ危険だからね、連れてかなかったんですよ、旅に。バルナバスとかと一緒に行く時で、その時にね、まあ、いけないんだったら、せめて、小舟だったかな？あ、わしか。わし。木で作ったわしをね、このわしを代わりに連れてってって言って、すっげえ感動した。よし、ここクリアだな。
そう、和紙使いに憧れてね、木で作ったおもちゃみたいな和紙をね、なんか宝物みたいに持ってたんですけど、それを渡されたんだよね。殺しちゃうシナリオが。そうそうそうね。ありましたね。ポイベー、あれで終わらせるのもったいない気もすんだけどね。ここちょうどいいかな。ここでちょっと、まあ、もう一回戦闘します。あとさ、ポイベーが成長してさ、なんか、少し、助けてくれる？主人公を助けてくれるとかね、あったら面白かったよね。ありがとうございます。じゃあ、うまいです。ありがとうございます。おっと、危ない危ない危ない。これ意外とね、狼、ほうやば。何これ、待ち伏せ。やばいよ。やっぱ難易度ナイトメアの動物もほんと危険すぎる。どこだ？こっちか。で、やり込むとね、ナイトメアのもう一つ上あってもいいかなとかね、やり込んでるとね、思ったりするんだよね。まあでも、イージー、ノーマル、ハード、ナイトメア、4種類あるから多い方だよね、難易度設定は。ソクラテス、最初に、ソクラテスね。毎回なんか難しいこと言うんだよな。まあ、なんか文章読んでても、なんかよくわかん うん、なんか難しいこと言ってるなとか思いながら文章読んでたけど、セリフをね、ソクラテスの。でもなんか、人間味があるというか、貴重なキャラクターだったと思います。そう、歴史上の人物が出てくるのもいいよね。で、まあ歴史の勉強になるほどではないかなとは思うんだけど、その当時のね、ミラージュだったら、またなんか、ちょっとその時代の有名な人出てきてほしいよね。あと、コードレッドのさ、封建時代の、なんか、侍？有名なのいたら、出してほしいよね。封建時代って何年だろう。やばい。やばいやつ。そうそう、哲学者ね。なんか他にもいたよね、哲学者。なんだっけ、アリストテレスじゃないや。なんかいたよね。あ、空振った。恥ずかしいやつ。いて、アドレナリンちょうだい。封建時代、鎌倉から江戸。あ、そうなんだ。あ、結構長いですね、したら。あ、ほんと武士いる時代。あー、なるほど。そうか。したら、江戸もあるってことは、もう戦国武将も出てくる時ある。あ、そうですね。プラトンとかね。戦国武将。あ、有名な衣装？
空中から弓を撃つ。あ、空中から弓を撃つのは、ちょっと待ちよ。なんだっけな。このもじゃもじゃってしたやつ。あ、違う。あ、これだ。クロノスの時間移動だ。これっすね。クロノスの時間移動っていう。これなんか追加かなんかでもらったやつかな。普通の通常版で、追加課金してないと取れなかったかもしれないです。結構いいっすよね。しかも時間止まるし、止まるっていうかゆっくりになって、これね、しかも降りるときダメージを与えることできるし、ああそうなんですね、多分追加かなんかで、でも今オデッセイさ、本編自体めっちゃ安いから、追加も安いんじゃないかなと思うんだけど。コスモスのモントいっぱいいる。 してコードネームレッドの話に戻るんだけど、戦国も入るよね。江戸時代も入るってことは、いや戦国武将な誰かしら出てほしい。僕ね、他の動画見てくれてる方は分かると思うんだけど、戦国がめっちゃ好きなんですよ。まあ、このステルス系のね、まあ朝栗はもうすげえ好きなんだけど、それ以外だとね、戦国が好きなんで、もう好きなやつがね、もう合体したようなタイトルになっちゃうんで、コードネームレッド。入りますよね。じゃあもう有名な武将、もうあれですよ。江戸時代入るってことは、しかも忍者ってことは、半蔵とか、風魔小太郎とかな、そういう系でもいいし、宮本武蔵とかさ、佐々木小次郎とかでもいいし、まあちょっと有名どころを出してほしいよね。あとまあ大名とかでもいいしね、有名な大名とかでも。お前はもう死んでいる。あれ、今ダメージ食らった？索敵したっけ、そういえば。索敵してなかったかもしれない。鎌倉とかあんま分かんないけど、戦国が入るんであればね、織田信長とか 徳川家康。あ、でも江戸入るんなら徳川幕府全然ありだよね。むしろ出てくるんじゃないかな、幕府とか。足利幕府。まあでも来年はね、ミラージュなんでね、とりあえず。まあそれ以降なんですけど、コードネームレッドは。まあ詳細な発売時期はまだ未定というか、まだ発表されてないと思うね。
は、死んでない。いっぱいあるな。来年まであと、まあ、だいたい予想で10月ぐらいなんで、まあ1年近くあるんでね。それまでちょっと過去作ね、まあオデッセイもそうですけど、うん、過去作やるのもありかなとはちょっと思ってんだけど。で、僕ね、買ったは買ったんですよね。何買ったんだっけな。ね、ああ、エチオコレクションってやつ買ったんですよ。うん、でちょっとやったんですけど、だいぶ違うね、やっぱ年代を感じる。年代を感じちゃって、ちょっと。まあやるかもしれないですけど、時間あったら。全然ダメじゃん。まあ過去作は安いですよね。オデッセイでも確かもう2000円とかじゃないかな、わかんないけど、最近の価格見てないかわかんないけど。バルハラいくらだろう。アサクリの現在の最新作バルハラ、コスモスのモントだったの。なんか強いなと思ったらコスモスのモントでした。 まだ全員やってなかったみたいで。皆さん懐かしいでしょこれ。亡霊から、あ、なんか手がかりとかね、手がかり集めて、はい、一番右にあります、ここ。そう、最後にここをねやっつけるんですよね。まあ、手がかりと、これ、ここの手がかり取ったのかな。まあちょっと、まあみなさん知ってるとは思うんだけど、一応言わないでおきます。まあ意外と身近にいる人なんですけど。あとこれは追加コンテンツのやつですね、こっちは。ね、これからやる人いる、あの、僕の動画見てやる人もワンチャンいるかもしれないんで、一応言わないでおこう。ね、そうこのさ、この規模、このまあマップだけ見てもいいし、この規模のオープンワールドで超安いよ。多分に2000円か3000円くらいで買えると思うんだけど、しかも、なんだ、ちょっと待ってね。ここでいけるかな。なんかね、マップ移動できるんだよね。ポータル。あー、ここできないのか。今敵の場所いるからできないんだけど、あ、ちょっと一瞬離れます。追加コンテンツでここならできるかな。はい、ポータル左下にありますね、ポータルって。はい、ギリシャに行けて、あ、ギリシャはここ、今いるとこね。エルシオンっていう、あのちょっと天国みたいなとこなんですけど、ここに行けて、さらに冥府、これ地獄ですよね。
ハデスがいます。ハーデスがいます。こっちはね、ペルセポネがいます。エルシオンには。で、アトランティス、これ海の海神ポセイドンがいます。これ追加コンテンツで、これまあちょっと、まあ課金したらこれつけれるんで、あとでちょっと行きますか。ちょっとあの今のあの城終わったら行きます。めちゃめちゃ綺麗なんで、グラフィックがちょっとびっくりするよ多分。あの初めて見る人はね、まあ見慣れてる人はね、あ久しぶりにああと思うかもしれないけど、ああそうですよ、もちろんスパルタ当てない、どっちが勝利するとかないです。ああこれ言わない方がいいか。あーこれちゃん、あちょっと待って、ちょっと待って、あー今のスパルタキックで落としたかったな。超スパルタキックチャンスじゃなかった今。ちょっと戻んないかなあいつ。そう超大作ですよこれは。何百時間もかかる。あ何百時間っていうか、あ 100時間はかかるかな、クリアするのに。だからまあ正月用にいいよね。年末年始。いやーここに立ってたんだよ今絶対スパルタキックで落としてくださいっていう。うん、こんな感じで、こんな感じでねこれが楽しいのよスパルタキック。このために入れてるようなもんだよ。意外とね後ろ向きに崖側に立ってたりする。そうめっちゃ落ちてったでしょ今。高低差すごいあるからねこのゲーム。まあバルハラもすごいあるけど、あバル、うん、まあ朝栗シリーズはだいたい高低差あって、あの登ってくのがね、あの楽し、あのなんかゲーム性の一つだもんね。壁を越えてよじ登んのがね、朝栗だもんね、特徴の一つ。身体能力のすごさよ、握力とかものすごそうだよ。あと門徒あと1人と戦利品あと1個か。戦利品どこだ。生きてんのかな、あ、スパルタキックで倒したやつかな。気絶状態なんだよな。モントだったらしい。あと1個、戦利品。表示に出てない。あ、これか。
地下の方にある。探索系はね、まあぶっちゃけバルハラの方が難しかったですね、僕は。オデッセイも探索系あるけど、そこまで、なんとかなったっていうか、あんまり難しいとね、ライブ配信とかでやると、詰まっちゃって、すごい大変だったんだけど、バルハラは結構詰まりました。難しかったんで。地下だな、これ。どっか。あー、まあ一応ダメージ入るけどって感じで。どこだ？まあスパルタキック系は欲しいね、ミラージュ以降も蹴り飛ばして落とす。まあ欲しいアビリティ何個かあるんだけど、やっぱ捕食者の一夜はね、毎回入るんですよ。朝栗シリーズ。これ毎回入る、来ると思うんで、まあ次回作も来ると思うんですけど、あと、ラッシュ系ね、チェーンアサシン、ラッシュアサシン。これも多分来ると思うんですけど、あと欲しいアビリティで言うと、なんだ、まあ、英雄の一撃とかね、気持ちいいよね。あと、ブルーラッシュ。あ、あと、オーバーパワーアタック。ここに乗ってっかな。ちょっとこの後敵データ出します。オーバーパワーアタック。チャンスがあれば市民に、まあ、市民に、オリジンズやってないんですかね。あ、そうですね。オリジンズも面白いです。っていうか、オリジンズから、なんだろうな。まあ、ちょっと、結構タイプは近いですよ。うん。オデッセイとバルハラが好きであれば、オリジンズも多分好きだと思います。で、年代的にね、オデッセイやって、オリジンズ行くと、ストーリーがつながるんですよね。オデッセイの、あんまり言わない方がいいんだけど、ストーリーがつながります。順番で、で、バルハラ、まあ結構後なんで。あそこから入るのかな？そうですね、ぜひぜひおすすめはします。もう超おすすめで、最近新作でね、いいタイトルでないもんで、なかなかね。だったらオデッセイだったりバルハラだったり朝栗シリーズ やった方が、ね、絶対いいですよ。コストもね、お値段的にも安いし。これか。よっしゃー。じゃあちょっと、まあどっか行こうかな。天国か地獄か海か、ポセイドンか。まあ順番に行きますか。まあ天国行くか。PS プラス、X となら両方。へえ、なんか、
セット販売でなんかサービスって感じですかね。両方ある。じゃあ一旦、まあエリシオン行ってみます。これね、初めて見る人は、まあ、間違いなく感動します。グラフィックに。っていうとハードル上がっちゃって。まあ大丈夫。海も好きだしな。オデッセイは南方の海とかすごい綺麗だし。あ、まあここですね。このグラフィックっすよ。これでもう、4、5年前のこれゲームですよ、これ。グラフィックですよ。月1550円でいろんなゲームがダウンロード。あー、なんかそういうのありますね。それに入ってんのかな？だとしたらやばい。マジっすか、それ。それちょっと、気になる。いや、だって単体で買っても2000とか3000とかしますよね。で、エツヨコレクション、この前買ったんですけど、これも2000円ぐらいしたかな？1500円か2000円か、それぐらいだったような気がする。ちょっとどっか行こうかな。ペルセッポね、ここにいたと思うんだけど、この辺。ここだったかな。でしょう、でしょう。ちょっとここ行きます。確かここ、今いる、会えるかわかんないですけどね。へえ、UBI ソフト。いっぱいあった。UBI はね、本当、なんだろうな、もう名作多いからね。ただね、UBI さんのね、あんまり言わない方がいいかもしれないけど、ちょっとバグが多いんだけどね。バグが多いけど、名作も多い。ああ、PS プラスのなんか新しい、なんか追加、ちょっと、金額高いけどってやつだね。そういえば。僕はた、あの、普通の入ってたと思うんだけど、普通のだと思うんだけど。そんないいんだ、エキストラ。敵いるかな。ペルセポネ、ああ、開かないか。あ、インタラクトで開けるか。開くかな。多分会えないと思うけど、ちょっと入ってみよう。確かね、ストーリー進めてったら、この辺に。あー、ここ落ちるやつね。懐かしいなー。今、落ちることすらできない。やっぱいなかったっすね。ペルセポネ。
このグラフィックすごいよな。周りが滝で囲まれてる。そう、なんかちょっとリアルで、なんかね、辛いことあったり落ち込んだりした時はここに来たら気分が晴れそう。ここに来るだけで。でしょう。ミラージュもね、制作陣一緒なんで、海の滝の向こう、あ、滝の向こう行けないっす。一応は、はい、マップの範囲が決まってて。そう、ミラージュもね、制作陣一緒なんで、結構グラフィックにも期待してます、僕は。タッキーさん、こんばんは。どうもです、コメントありがとうございます。オデッセイの景色に癒そうそうそう癒されますね、これ。はミラージュ楽しみっすね。まあでもあと約1年近く、ちょっとまあ待たないといけないですけど、予想だと来年の10月前後で、ちょっと発表早かったっていうか、結構そうだな、なんかあのね、もともとね、バルハラのね、追加コンテンツ用に作ったらしいんですよ。バシム主演じゃないですか。バルハラのバシムが出てくるように、追加コンテンツ、バルハラのように作ったんだけど、まあ出来がめちゃくちゃ良かったんでしょうね。なんで新しいタイトルにしたらしいです。だから結構そうだな、ボリューム的にどうなのかなっていう気もちょっとするんだけど、まあ、あ、にゃんこのらさん、どうもです、どうもどうも。ボリュームもちょっとね、大きくしてほしいですね。で、もう出てる情報なんで言うんですけど、バシム、コソ泥スタートらしいですよ。泥棒。泥棒が、ま、アサシンになっていくっていう、ストーリーらしいです。まあ、ざっくりと。まあ、その辺まで情報出てるんで。敵いないな。まあ、次行くか。まあ、今、まあ、ちょっと天国で癒されたと思うんで、ちょっと今度地獄へ行きます。おどろおどろしい。ミラージュ出るまでバルハラ2周目追加。バルハラさ、ニューゲームプラスあればよかったんですけどね。強いまま、装備とか能力とか高いまま新しくできるニューゲームプラス。オデッセイはあるんですよ。バルハラもあれば、もうね、ほんとよかったんだけど。オデッセイやり直すならもう完全に弱いまんまスタートですね。完全にスタート状態で。なんでニューゲームプラスっていう機能はと素晴らしいなとは思います。このオデッセイ僕3周目ですからね、これニューゲームプラスでやって。新しくやり直してもちゃんと元の装備というか能力を引き継いで新しくできるんで、
か俺クリアしてないとこある。ちょっと行ってみようかな。こういうとこわかんないけど、ね、雰囲気ありますよね。BUM BUM BGM の方かな。ああ BGM ね、 BGM そう、うん、めっちゃいいっすよ。歌が入ってるの知ってます？皆さんクレジット、この画面行ってクレジットを押すと歌が聴きます。音楽で、ああ、まず最初に音楽なんですけど、あ、オデッセイ3周目僕と一緒だ。で途中で歌流れますよこれボーカル入りの。ちょっとしばらく聞いてないと流れないんですけど、途中から歌が入りますよ。知ってるかな。あ、知らなかった。まあ、今度聞いてみてください。あ、僕ね動画でね一応広告はつけてないんですけど、動画でアップロードしてます。その歌、聞くアサシンクリードオデッセイっていうタイトルで。ニッコロガシさんも知らなかった。オリジンズ？あ、オリジンズ僕まあやりましたよ、クリアまでは。まあでもやると、あのライブ配信でやるとしたらね、うん、やっぱこっちになっちゃうな。オデッセイかバルハラかになっちゃうな。あー、タッキーさんありがとうございます、高評価。この犬もか、あ、地獄特有の犬じゃなかったっけなこれ。そう、地獄なんでみんなねなんかすごい、あのこんな感じ、うつむいて地獄です。なんかアレス信者のとこみたいだね。まあ雰囲気出てますよね、映像もなんか薄暗くて。当たんない、当たった。意外と取ってないものとかあるな。そうか、あー、これ地下かな。ちょっと地下行ってみますか。地獄のさらに地下。いや、僕もそうなんですよね。イーグルダイブとかあるじゃないですか。それもどこでやってもオデッセイできるし、確かね、バルハラってなんか下に草のあるとこだった気がするな。違ったかな。あの過去作はほんとねイーグルダイブできる場所決まってましたよ。まあ細かいんですけど、細かいとこで言うと。
なんだこのオレンジ色。でハデスの居城、ハデス宮殿、ここにいたのか。ここなんだ。もうね結構前なんでだいぶ忘れちゃってるんですけど、うん、ここにいたみたいです。ハデスで、なんかねクリアするとね、なんか装備品ハーデスセットみたいなのをなんかもらえて、見た目ハーデスにできたはず。今あるかな。見た目だけか。あ、これだ、ハデスの王冠ちょっとかぶってこれこのこの兜になります。ハーデスの兜、ちょっとこれでやるか、うん、これちょっと笑えるよね。じゃあちょっとこれつけてポセイドンのとこ行こうそう冥府のね、クリアしたら確かもらえたはず。装備一式だったかちょっと忘れたけど、あの兜がねもう印象的で。ポセイドン会えなかったっけな。会えないか。装備多すぎてこれくぼねる確かに。ここもね綺麗なんですけどね、まあエレシオンほどじゃないけど、そう高低差がそうこんな感じですごかすごいんですよね。まあこれが追加コンテンツの最後の場所でした。ちょっと過去形になっちゃっていいけど、ポセイドン会えないかですね。装備もこれなんだ。めっちゃあるからね。装備セットちょっと見て、簡単に。ヘビセット、アガメムノンセット。あ、これね、最初すごい使った。炎上効果で、炎で敵を倒せるってやつ。アルテミスセット、弓のセットね。巡礼者セット、ニュクスの影とかあったよね。消えるやつ、不死者セット、これ一回死亡を回避できるやつ、死亡時に 100% ライフ回復とかね。いやー懐かしいな。あと炎上無効とか、これね課金のやつなんですけど、ガチャで当たったんだよね。これガチャで、これ全部揃ってないはず。まあ、たくさんあるよね。まあ、今つけてんのは、まあね、ディカスティスセット。まあ、攻撃されたら15秒無敵になるってやつね。やっぱ、強いんで。そう、いっぱいあるんですよ。まあ、
なんだ？ストア行けば課金 まあ今でも売ってんですけど、課金買わなくてもね、ワンチャンこれ、ガチャでは、ちょっと時間かければ当たって、あと、全部揃ってなくても、1箇所2箇所揃ってれば、その分は割り引いて買えたりします。コンテンツがこうか。ああ、コンテンツ、この辺で、なんかエリシオンとか、あ、アトランティス、ここで、ですね。あ、これエリシオン。これはハーデス、さっきの地獄。追加コンテンツ。うん、今、安くなってそうだけどな。ちょっと値段、見れないんですけど、あとね、なんかアビリティ、結構いいアビリティもらえるのがこの最初の刃の遺産。確かこれで最初の刃の遺産でアビリティのまあ、ずっとつけてるんですけど、血脈の怒り、これがもらえたはず。これ1回出すとね、アドレナリン4ブロック回復するんですよ。アドレナリンないときこれ使うって感じで、ちょっとね、英雄の一撃にちょっと近い感じです。ダメージも出るし、こっちほどじゃないんですけど、そこそこ出て、さらにアドレナリン回復。あと消えるやつ、敵の死体が消えるやつ、なんかあったな。死のベールか、これもそうだったはず。これアサシンで倒すと敵の死体消えます。なんで他の敵に見つからないってやつね。他の敵はね、味方がやられてんの見つけて警戒心出るんですけど。これなんだ？インタラクト、ちょっとやる。ああ、戻るやつか。あと、ここの高低差、超怖いっすよ。高所恐怖症の人は、ちょっとね、リアルすぎてね、僕もちょっと高所恐怖症のとこあんだけど、かなり高いです。じゃあちょっと飛び降りてみます。もっと高かったイメージなの。まあこれでも高いか。もっと下行けたはずだけどな。まあいいや。とにかく高低差がすごいんですよ。一回下に降りちゃうと上に登りにくい。でも瞬間移動できる場所があったはず。ああ、一応敵なんかいるな。ね、ちょっと変わった敵がいるんだよね。なんか銅像みたいなのいたような気がする。I need to stay hidden. ちょっとラッシャー写真でやっちゃうのもったいない気もする。うわ。
まあ変わった格好してんね。今のが血脈の怒りですね。あれこれナイトメアだけど一発だな。燃えてる燃えて死んだ。あれなんかギリシャより弱くない？気のせい。ちょっとギリシャに戻ろうなんかあっという間に一瞬で倒しちゃう。あと闘技場とかあったよね。あと征服戦争とか。いやーバルハラにはないなんかなんだろうな、遊び心がオデッセイにはあります。まあでも遊び心で言うとね、バルハラのなんかカードゲームみたいのあったよね。なんつったっけな。あと積み石とかね。タコあー燃えてね、一生懸命消そうとしてるやつね。で追加コンテンツ買わなくてもこの普通のギリシャでもね、めっちゃ綺麗な場所ありますよ。まあ大体なんですけど、この辺めっちゃ綺麗です。ちょっと行ってみます。どこがいいか。ここに何かあったか。あ、ここ行ってみようかな。この辺確かすげえ綺麗だったよな。南国って感じの。ああ、オーログだ。そう、ありがとうございます、ニッコロガスさん。あれは好きでしたね、僕。最初わけわかんなかったんだけど、覚えたら面白くなってきて。まあ何回もやったら飽きるけどね。でも、まあ、結構好きでやってました。オーログね。なんだっけな、グエント・ウィッチャーカードゲームってやつがあって、それ他のタイトルなんですけど、まあ、ゲーム内、その タイトルの中の、ミニゲームが、なんか人気出て一つのゲームになったっていうパターンもあるしね。ウィッチャーのやつですね。グエントウィッチャーカードゲームってやつ。オールグはそこまでじゃなかったらしい。ヘッドショット。アドレナリンじゃなかった。ああ、ウィッチャー。まあ、そのウィッチャーの中のなんかミニゲームでね、カードゲームがあったんですよ。それが単体のゲームになったっていう。Yeah!
ああ、オーバーパワーアタックやろうか。これかっこいいよね、モーションが。英雄の一撃に出てくる。威力もすごいし。ああ、空振ったな。やばい、アドレナリンがなくて何も出せない死ぬよこれ。アドレナリンないと死ねるんでこのゲーム。あぶね。困った時のこれ。ああごめん死んじゃった。いやなんかそんな気がした、そんな気がしました。最後のセーブデータでロード。いやーやっぱナイトメアだな。今傭兵 2,3 人来た。あとなんか指導者みたいのいたし。久しぶりに死んだ。まあ最近、まあ、難易度を低めでやってた。低めでね、オリハルコン集めしてたんで。あ、あとね、これ、兜。兜戻そう。セット効果これつけてたら出ないよね。あ、出てない。出てなかったね。椅子の強化体。これ、ダメージ受けた時に15秒強化、これなってなかった。戻します。ちゃんと、どれだ。よし。そう、この見た目もこれエチオ、そう、あ、エチオの見た目かな。エチオ装備。いるな。やっぱセット効果ついてないとね、ついてるとついてないとじゃね、違うんでね。あいつ、え、ああ、燃えてくれ、一旦燃えてくれ。
やりたいんだ。槍を投げたいだけなのか彼は。ハルさん、こんにちは、どうもです。コメントありがとうございます。いやちょっとね、もうやりたくなっちゃって、オデッセイが。さっきここにやられたか。手を抜かずにやらないとやられてしまう。傭兵次から次からね。盾がちょっと盾壊す、ちょっとアビリティ入れますか。盾すげえ邪魔で。そうだな、一旦スパルタキック抜いて。僕ね、好きなのがね、このシールドブレイク。アビリティ、これアップグレードせずにね、盾を取るだけがすごい好きです。はい、盾取れました。丸裸か。盾あるともう弓のダメージ当たらないんで。モーションがね、シールドブレイクが一番強化して3段階まで変えられるんですけど、1段階目が一番好きですね。敵の盾を奪って投げ飛ばす。ちょっと面白いやつ。あ、これじゃない。罠。弓でね、罠をつけるんですよね。ここに入った敵は爆発するっていうやつ。こういうのも面白いしね。実用的かって言われるとちょっとね。ああ、爆発だよね、確かに。ちょっと外れても爆発して当たるからね。これですよね。これ燃えるんですよ。これね、でも自分もダメージ受けるんだよね。だから近くの敵にはやらない方がいい。で、結構弓関係強化してる人ならね、自分の弓の威力で自分が死んでしまうっていうパターンがある。いろいろあって面白いよね。死の矢が一番ダメージで言うと死の矢が一番強くて、あとしびれる矢とかね、しびれる敵がね気絶する矢、毒の矢と火の矢と、種類豊富だよね。で、捕食者の弓矢も誘導せずにそのまま撃ってもダメージ当たる、入るしね。いいぜ、かがり火で呼んでもらっても多分いける。
ハデスの兜を脱いだんで。多分いける。ちょっと武器が。あっ。ヘビーブレードさ、強いけど遅いんだよね。使いやすいの結局こっちが違う、スピードが違うんで。当たるかな。あとは取るだけかな。宝箱、これを取ると国力が減って、なんだ、あの弱くなった、国力が、国が。そうすると征服戦争がここでやると海戦になっちゃうか。ちょっと征服戦争やりたいですね。征服戦争ちょっとあのやれるとこ、海戦じゃない征服戦争やりたい。ああ、ここ起きてるね、征服戦争。まあ、せっかくなんで、難易度ハードの場所で。で、国力を落とさないと起きないんだよね、征服戦争自体。そもそも。今みたいな国家宝箱を、あの、通るとか、物資を破壊するとか、国力を落とす。あと、兵士倒しても、ね、落ちるしね。あ、ちょっとパソコン消えてた。ちょっと待ちよ、パソコンの電源。僕持ってないのね、ペガサス持ってないんですよ。高所から落ちても死なない、死なない馬ね。これもね、死なないんですけど、謎かけっていう馬。これ当たったんだっけな。あの課金はしてないんですよ。確か当たったか、売ってたかですよね。そう、高所から落ちて死なない馬が2頭しかいなくて、そのうちの1頭。
δικάς τους ανά 4,5 φόβες. Άμα διέω, αποστήλατε οι χνευτάς. これ下手にこれね攻撃すると大変なことになる話。Eagle Bear, you're just in time. A battle's brewing. さあ今回はちょっとアテナイのちょっと味方をしてちょっとやってみたいと思います。セーフ戦争。アテナイのために戦う。All right, I mean. ぶっちゃけどっちでもいいんですけどね。Let's send those Spartans to Hades. ただね全部をアテナイの勢力にするとってことはできないんだよね。ヤギの目。ああ。あ、そうなんだ。ヤギの目なの。へえ。ここはね、敵がたくさんいるんで、複数射撃。ああ、でも強えな、やっぱ。で、なんか大将みたいのを倒した方がいいんだよね。黄色いやつ。敵も味方もわけわかんない。すると傭兵が敵に味方している傭兵が賞金
カメラアーク確かに、いやよくできてるよね。いやこれ以上期待していいと思いますよ、あのミラージュ。絶対これ以上の敵になってるはず。いやーもうちょっと発売日前倒しになんないかな。ちょっとあと1年ぐらい待たないといけないっていうね。その間どうしよう、朝栗信者はどうして過ごそうって感じ。まあ確かになんか、うん、なんかわかる。あと最後闘技場行きますか。ちょっと闘技場もやって終わるのがちょっとなんか気分的にいいかもしれない。あ、闘技場高速移動、あ、直接移動できたんだ。もうだいぶ忘れてる。いやここワンチャンね死ぬんで、ちょっと死んだらすいません。後半になったら強いの出てくるんでね。5000ぐらいするんだっけな、最初の方はいいんだけど、こういうのも欲しいよね。オデッセイスタッフのイモータル、あ、イモータルね、イモータル、あれね、もう完全になんだろうな、映像は綺麗だけど、一応オープンワールドだけど、ちょっと違うよ。なんか、少しやったんですけど、ただ、あの、出来はすごくいいんだけど、発売のタイミングは悪かったかわかんないんだけど、あまり人気が出なかった。イモータルフィニックスライジングだよね。You want to fight someone in the arena? 敵は良かったですよ。全部やってないんでね、あんまり詳しくは言えないんですけど、ちょっとねアニメチックというか、リアルさはそんなにって感じだった。弓が尽きた。炎の矢。あれもそこそこ立つからもう安そうだけどね、値段的に。あ、だ罠が、
ダメージ。いけるかな。このダメージもちょっと効果つけてるんで、がこの第1試合の大将ですね。さあ大将戦、かわされた。そうで、ブルラッシュだったかな、ちょっとね強化してあるかもしれない。アーレスのお牛の突進になってますね僕。これ元に戻すとかあるんですよね。まるで強化しない素のやつがブルラッシュで、強化したらこれで、ウォーリアーダメージのパーセンテージが4だいぶ上がる。上がってないな。ちょっと待って。400%。なんか牛がね、ブルラッシュより長く伸びるんだ。大牛の突進の方が長く。だから、多くの敵に当てられるって感じ。ですね、強化したら。まあ重宝してますね、敵の多いとこだと。ブルラッシュ、この大牛の突進か複数射撃だね。まあさっきの征服戦争もそうですけど。じゃあまあ順番的に今倒したからこれ消えた。じゃあ順番ぜ、本当ですか。これ倒して、まあ一通りいけるかな。いけたら倒します。 You want the best! I said, Do you want the best? Do you want the best? あ、それエイジさん、そうかもしれない。なんか3体ぐらいに増えた気がする。そうですね。シールドブレーキ効かないの、これ。初めてだ。盾取れなかった。ちょっと待って盾取れない時期初めて知った。これは効くかな。ちょっとやってみよう。シールドブレーキで盾奪う。あ、こいつは取れんだ大将みたいな。
さっきのやつ取れなかったよ。あ、やばいやばい、アドレナリンが。回復したな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとパソコンの電池がすぐ切れちゃってコメント返しが遅れちゃう。ちょっと iPad の方で。これで見えかな。よしよし。今の2人目 ?3 人目 ?We want to fight! 2人目か。女狩人。まあ、これはね、なんか、たまにやると面白い。ストーリーのどっかの一部に入ってたはず。で、ここの英雄がね、いてね。まあ、これからやる人いるかもしれないんでネタバレになっちゃうかもしれないけど、ここの英雄がいるんです。英雄がいたんですよ。闘技場の英雄、感動する物語が。使ってる人もいましたけどね。ダメージ量と炎の方が多い。爆発すると。クマか。獣使いだ。獣使いの狩猟。まずライオンやっつけて。危ない危ない。あ、違った。
ドラクマさ今4400 少な、もっとくれていいよ、イベントなんだし。まあドラクマ自体はもうパンパンで。We want to fight。あ、間違った。あ、ちょ、すいません。ちょっと間違った。最初のやつになっちゃったかもしんない。ちょっと一旦、これ、キャンセルできる？そう、ドラクマ、カンストしてません？あの、続けてやってる人。あ、ありがとうございます。Want the best! I said more!あー、これ抜けらんないのか。すいません、最初のウェーブ1回。あ、ボタン連打したら連続になっちゃう。使えるぞ。まあ、アビリティをね、しっかりつけてるわけ。楽でもないけど、やりやすいっす。普通にパリーとかあんまやってないからね、ぶっちゃけ。パリーとか、普通のクリップ、あの、回避。ちょっと こういうやつね。あ、基本はパリーと回避、はい、でもあ、もうアビリティで倒しちゃうから。これさ、今思ったんだけど、ボリハルコンちょっと欲しいよね。ここまで来たらね、ドラクマとか装備とかぶっちゃけいらないんだよね。欲しいったらボリハルコン。一人対応して一個で、あの強いやつはちょっと多めにもらえるとか。だったらもうちょっと、やるといい。
ばいや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 つが。対策以降もね、パリとかは。バルハラとかオデッセイとかやってる人は、あ、シールドブレイク？ちょっと強化してみる？僕ね、この最初のやつがね、モーションが好きなだけで、シールドブレイク、ちょっと強化しますか。で、これ2段階目でしょ。3段階できんだよね。もう、アビリティないか。ポイントなくてできないけど。ポイントちょっと、貯めとけばよかった。2段階目。決まるかな。シールドブレイク2段階目。決まった。あ、2段階でもいいか。ポーション変わんない。やばい、怖っ。炎怖いわ。大将意外とこれやばい時のあれ。あと2人ぐらいかな。もう半分超えたよ。Want to fight?3人だ。あ、謎の戦士。まあ一応、バシリス。あ、傭兵もいるんだね。これやって、その次傭兵で、最後謎の戦士。
これ物語俺あの3週目だからもしかしたらあのストーリー出てくるかもしれないです。I'm putting you down! あーなんかね、そうっすね、その対象以外も確かダメージ与えた。ヘッドショット当たってるけどそんなにいいだな。ダメージ量が。あ、マイヌさんいつもありがとうございます。こんばんは。あ、やばい、ミス。やる。なんかコスモスのボットみたいな蹴りするな。あの蹴り嫌なんだよな。だいぶ強くなってるってことだ。てか、しゃ。オデッセイは大好きなので、ああありがとうございます、僕も大好きです。これは熟練度関数と本当ですか。めちゃめちゃいっぱいありますよね。僕も相当やってるけどまだまだありますよ。熟練度半分ね、超えたか超えないかぐらい。ようやっとあれ関数としたらすごいな。傭兵、次は傭兵です。あー、雑魚は出てこないのか。この傭兵はかわいそうに部下がいない。
あ、意外と入るかあんまない。あ、これは良かった。傭兵は弱いんだね。じゃあ次、最後謎の人物が、これストーリーまだね、自分終わらせてないとしたらなんか出てくると思う。どうだ謎の対戦者、これまあやってる方は知ってますよね。じゃあちょっと行きます。I'll face this mystery opponent in the arena. Score. あー、ここでやっぱりなんかメッセージとか出るね。会話とかちょっとしたストーリー、あ、ちょっと最後にちょうどよかった。スクーラー、はい、Look at this, Mistyos. 彼が伝説の闘技場の王です。The war, my time in the arena, my daughter Anea, and you, you, Mistyos.だいぶ年なんだけど、さ、ちょっと順番に。What about Anea? Think of her, Skura. I've been thinking of her every day since she was born, and now more than ever. で、ね、娘亡くなっちゃったんだっけ。Why are you doing this? I found a way. Thanks to you, I found a way to live again. あ、娘亡くなったけど生きるなんか目的をこの闘技場に見出したんだよ、ね、なんかそんな感じだね。 You need to rethink this. You don't know what you're doing. I know exactly what I'm doing. ここで死のうとしてんだ。 You're going to have to fight me, Mistyos. I won't hesitate killing you if you let me. 容赦なく殺す。もう死のうとしてるんだよね。負けると分かってんだよ、この おじさんは。ここどっ、まあこっちだよね。終わらせてやろう。Fine, old man. I'll send you into the next life. By all means. I will let you. やり長えな。攻撃判定長いな。パリとかも。あ、やっちまった。これ倒すと一瞬かな。あ、そうでもないか。ちょっともうちょっと普通に戦いたい。パリ技を使わずに真剣勝負したいよね。あ、回復したよ。パリが基本だからね、回避と。次回作以降もパリあると思います。ああ、今の、回避するとちょっとスローモーションになるんだよね。
伝説の闘技場の王を倒しました。これも感動のシーンの一つだね。ちょっとどうしてこんなことを聞いてみよう。 What were you thinking?Why would you step foot in here against me? What about Anea, your daughter? Anea's gone. She's been dead for 9 years. Ah, 娘死んで9年になって。So when you said you'd see her again, 死に場所を探してたって感じか。When I finally saw her again, ah, ありがとうございます。森そばさん。Useless of me. But you showed me there was still a way I could go to her proudly.As hero of the arena, do you think she'd be proud? 娘さんは誇りに思うだろう。She'd be proud. I would be. I'll tell her of a new hero of the arena. 見上げ話。A warrior of true honor. Thank you, friend. 倒されてありがとうっていうシーンね。感動だね。ああ、ここもいいな。そう、結構感動シーンあるからね。オデッセイ、本当何個もありますよね。This one, isn't it? ああ、ストーリーまだ続く。It's what we all hope to earn one day.Peace and respect. How do we truly earn those? Peace and respect. Once we're gone, our deeds must speak for themselves. They've defined us and our legacy. It's how we're remembered that matters most. Skoura. How will you remember Skoura? AU として AU だよ。I'll remember him as he truly was. A hero of the arena. ああ、そうですね。And a friend. あとね、日本語変換もあったんですけど、まあ、英語の方がなんか雰囲気出ていいなと思ってね。ここにいるって選択したらどうなの? You go. I think I'll stay here a while. ちょっと感情に浸って。スコーラの槍をもらえるんだ。これって解体とか できない系かな。あ、一応できんのか。でも名前ついてるからね、英雄の名前ついてるからちょっとね取っておきたいですよね。はい、それではまあ、闘技場最後ちょっと感動のシーンをが出たところでこの辺にしたいかなと思います。まあ今年はもしかしたらオデッセイラストか、あ、年末のね大晦日とかなんかあの年末年始もう一回なんかねやるかもしれないんですけれども、はい、よかったらチェックしてみてください。あの僕ね告知ツイッターでやってますんで、ツイッターのトンボキリってとこでツイッターやってますんで、もしよかったらまた遊びに来てください。ぜひお疲れ様です。どうもありがとうございました。皆さんそれでは良いお年を。あ、ちょっと早いね。あ、はい、それでは終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。
あ、よかったらチャンネル登録などお願いします。あ、また来ます。ありがとうございます。それではそれでは、ありがとうございます。またねー。